プロゴルファーの奥山です。皆さん大ニュースです。この、今置いてあるこちら練習器具なんですけれども、こちらの練習器具が、ペルーから送られてきました。ペルーでレッスンプロをされているホセ・カーデナスという方がこの練習器具を作っているそうで、この練習器具の評価をしてほしいと送っていただきました。ホセ・カーデナスさん、ありがとうございます。すごいですよね。 YouTube っていうのはやっぱり世界で流れているというのを実感しましたね。僕は YouTube 始めてちょうど1年ぐらいですけれども、本当に嬉しいです。でこの練習器具を使ってみて、いろいろ感想や使い方を説明したいと思います。しかも見てください、名前入りなんです。奥山雄志って書いてありますね。しっかり、僕専用に作っていただきました。とても嬉しいです。ありがとうございます。この、ベストなんですけれども、こちらは、手を通して使うそうです。こうして背負いますね。背負ってこのまま振るんですけれども、この時にしっかり脇がね開かないようにという練習器具だそうです。ちょっと後で体感してみましょうか。よくタオル挟んで練習したりする人いますが、それのしっかり固定されているバージョンみたいな感じですね。後で練習するのが楽しみですね。いいですね。こちらのベストの素材なんですけれども、かなり伸縮性のある素材です。そしてよくスポーツウェアの T シャツのような伸び縮みする、すぐ乾燥するような素材なので、手洗いして汗がついてもね手洗いができるようになっています。とてもいいですね。これ普通の布だとねなかなか洗えなくて臭くなってしまうんですけれども、これは良さそうです。楽しみですね。こちらの、布ですが、こちらは、ゴルフクラブに、通してこのように、振るという、このようにスイングしますね。絵が描いてあって分かりやすいですね。僕がよく言っている右側でリリースをしないように、しっかりと、左側でヘッドが走るようにというスイングを体感する練習器具になっているそうです。やはり、ホセ・カーデナスさんは僕の YouTube を見て同じ考えをしているんですね。それで、その練習器具がマッチするのではないかと思って送ってくれたそうです。ありがとうございます。この布はですね、こんなにいっぱいあるんですが、一枚一枚重さが違いますね。しっかり番号が振ってあるんですね。このように番号が40、これは5ですね、45って振ってあって、番号がいろいろ書いてあるんですけれども、その番号によってこの布の大きさと厚さが違うので重さが違うという感じですね。ですので、自分の重さ、ちょうどいい重さを自分でつけて、体感するという、練習器具になっています。では早速、室内練習で試してみましょう。では、早速装着していきたいと思います。僕は、男子プロゴルファーなので一番重いのをつけていきたいと思います。このグリップエンドからこの布を通します。このように入れますね。そして、ここにゴムがついているので振っても落ちないように縛りましょう。このように縛りますね。これで完成ですね。これを装着した時に振った時にどのように感じるかというのを、試してみたいと思います。では早速振ってみましょう。では、フラネスという練習器具を装着しました。こちらを早速振ってみたいと思います。どのようになりますかね。お、めくれちゃいますね。すごいですね。重さが
感じられます。いいですね、とても、振っている時に、反動を感じますね。重さを感じます。左側でこのヘッドを走らそうという意識が湧いてきますね。いいですね。右側でちょっと振ってみましょう。右側で振ると右側に重さを感じますね。こうやって振ってしまうといけませんね。右側のリリースしてしまうと、こちらでほどけてるのがとてもわかります。最後の最後、左側でほどけるように振るといいですね。いいですね、すごい、振り抜きがいいです。普通にスイングするよりも、重さがあってとても振りやすいです。こういう感じですね、もっと重さを、足してみましょうか。ちょっと足してみます。より重たい方が実感しやすいと思うので、一番重いやつを2枚つけてみました。なんかね、ジャブが飛びそうで怖いですけど、あ、いいですね。2枚つけた方がどこで伸びているのか、どこでヘッドリリースしているのかというのが、分かりやすいですね。いいですね、しっかりここでキープしているっていうのが体感しやすいですね。こうキープして、この写真の通り、写真通りここを来て、ここでリリースして振るという意識になりますね。この左側で音が大きくなるようなイメージですね。とてもいい練習器具だと思います。こういう感じですね。右側でほどいちゃうと音が違いますね。右側で鳴ってしまうので、右側でリリースするとこちらが伸びていないのがよくわかります。非常に体感しやすい練習器具だと思います。いいですね、フラネスという練習器具、いいですね。しっかりとタメが勝手に作られる練習器具ですね。このようになりますね。これ練習場の打つ前とかにやるとよりいいと思います。タメができてフォローでリリースするという、体感が得られる練習器具だと思います。では、もう一つの、ベストの方を紹介したいと思います。はい、次にこちらのベストを紹介していきたいと思います。こちらは、手を通しますね。肩に装着します。このように装着しますね。そうすると、ここ、ゴムでできてるんですけれども、ここがこの脇をしっかり締めながらテイクバックして振るという、タオルを挟んでやる練習ですね。タオルっていうのはやっぱ落ちやすいので、薄いので、まあ、これぐらい厚みあった方がいいですね。僕の関節フリー理論の話でもこの右肘が離れないというのは必要不可欠なことなので、それを体感できるいい練習器具だと思います。では早速打ってみましょう。どんな感じですかね。お、脇が締まりますね。締まってる感がしっかりありますね。では早速打ってみましょう。いいですね、腕をね、このように腕でクラブを振った時に離れてしまうので、自分の脇がどれだけ空いてるかっていうのが体感できると思います。タオルと違って落ちないのでいいですね。ずっと装着してるので、
落ちないです。でこの、チューブの太さがちょうどいいですね。この太さ加減がこう振ってる時にいいですね。タオルで、薄いタオルとかだとかなりこう絞っていかなきゃいけないので、あまり絞るとテイクバックが低くなってしまうんですね。なので絞りすぎというのはとてもいけない動きです。ですので、まあ、これぐらい弾力性もありますからね、ゴムでちょうどいいと思いますね。このようにこれハーフスイングの方がいいかもしれないですね。ちょっとハーフスイングやってみましょう。脇を締めて、あ、いいですね。すごい脇が締まって、体で触れる感じがします。脇締めて足で、いいですね。しっかり脇を締めてハーフスイング、ここから左足はエンジンなんで、左足でエンジンで振ると。であとは絞っておくってことですね。両サイド脇が開かないように絞ります。絞ってこのように振ります。とてもいい練習器具だと思います。いいですね、体が締まりますね。手打ちの人はこれ特にいいですね。手打ちになってしまう人はテイクバックしたらね、こう脇が開くので、これ挟まってないなって体感できるので、こうやって開いてしまうといけませんね。ですのでしっかり締めて振る。開いたら、あ、閉まってないなって分かるので、それが体感できると、手打ちが改善されていくと思います。体で回転できるので非常にいいですね。いいですね、すごい締まって足で触れてるイメージがつきやすいです。このベストとこのフラネスを両方使ってみましょうか。どのように感じますかね。お、すごいですね。脇も締めて、手首もキープして、左側でほどかなきゃいけないってなると、これはレベルアップですね。このように振るんですね。いいですね、振りやすいです。いいですね。なんかこっちにね、カーテンでもあれば、この左側で振ればね、余計にこう風が起きるので、しっかり振れてるかどうか体感できると思います。右側で振るとそんなに風が起きないですね。これも目安としていいかもしれないですね。なんか室内でカーテンの前で振ると、左側で振ると風が起きますね。右側で振ると風が少ないですよね。こういう、判断の仕方もいいと思います。このフラネスとこの、ベスト、どちらも関節フリー理論について、合っている練習器具です。僕はかなりいいと思います。ペルーで、ゴルフレッスンをされている、ホセ・カーディナスさんのアイデアの練習器具でした。とてもいい練習器具をありがとうございます。商品の提供ありがとうございました。このフラネスを振っても分かるように、左側で振った時の方が威力が増しますよね。僕がいつも言っている右側でリリースすると威力が弱まるというのもこれで、実証できると思います。右側で振ると威力は弱まってしまいますね。ですので、風も弱いですよね。しっかりボールに当たって、それからヘッドスピードが速くなっていかないとボールを押せません。ということは左側で速く振る、そのためにはしっかり右側をほどかない、右側を小さくいるというのが必要不可欠になります。それも体感しやすいと思いますね。このようになります。カーテンがすごいめくれますね。このカーテンを
どれぐらい動かすかというのが、しっかりボールに力を伝えられているかという話にもなると思います。右側で力を入れて振るとやはりカーテンの動きは少ないですね。左側でほどく、溜めてやるとすごい風が起きますね。このように、しっかりヘッドが走るというのは大切なのがよくわかります。